口に出すとあんまりこう気分を害される方がいるかもしれないので、ぼかしていますけど、うまるこ、うまるこっていうね、なんか入るとそういうこう、まあ、いわゆる下品な言い方をするんしたんですよ。で、二つ目の記憶はですね、ゴーチさんはもうね、ちょっと口に出せないので、口に出すとあんまりこう気分を害される方がいるかもしれないので、ぼかしていますけど、うまるこ、うまるこっていうね、なんか入るとそういうこう、まあ、いわゆる下品な言い方をするんしたんですよ、僕らの前では。例えばなんか当時 USC が多分バイオレンスとか言われてた頃の初期の頃、そんな初期でもなかったけど、でも結構何年かは経ってたと思うけど、初期の頃で、それに対してあんなものは USC はうまる子だとか、まあ、あんなものはもうどうしようもねみたいな、なんかすごいそういう言い方をされていて、すごいなって思った記憶が、神様はなかなか口が悪い方だなっていうね。で、自分の記憶だと、新生 UWF の頃に、旗揚げしたのがさっきみたいな88年5月12日じゃないですか。で、その頃の記事で、ゴチさんのコメントでね、あんまりゴチさんは、キックが好きじゃないっていう、ノーキックだ、みたいな、ことを言ってたことがあったんですよね。キックを、なんで奴らはキック使うんだ、プロレスラーなのに、みたいな、なんかコメントがあって、で、自分は、ゴッチさんキックはあんまり好きじゃないんだなと思って、お会いした時に、ゴッチさん当時そんなことをおっしゃってませんでしたかって聞いたんですよ。で、したらゴッチさんは、いや、俺が言いたかったのはそういうことじゃないんだって言って、要は、キックを出すんだったら、一発で仕留めろよ。なんであんな連発してバン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 出すんだよ。っていうようなニュアンスだったの。要するに、俺もマスターさんじゃないけど、一撃で仕留めなきゃダメだっていうような、もうそこはね、ほんとね、空手の神様とプロレスの神様は共通認識だったんですけど、とにかく、一発で仕留めるんだよっていうようなことをおっしゃっていて、で、UFC が嫌いだと言っている割に、その当時の試合で、モーリス・スミスがね、相手誰だったか忘れちゃったけど、一発で仕留めた試合があるんですよ、相手をハイキックかなんかで。で、それはあのキックは良かったよなとかって言って、よし嫌いだとか言ってる割にちゃんと見てんだっていうね、それは覚えてるんだよな。そう、それでその実はその当時の映像とかを、映像とかがね DVD になったんですよ。クエストさんから多分10年15年分ぐらい前に出たのかな。ちょっとごめんなさい、さっきも言ったように自分の過去の仕事をあんまりこう振り返りたくないもんだから、それでその DVD もいただいたんですよ。いただいたんですけど、未だにちょっと見てなくて。でね、だけどゴチさんとお会いした時になんかの瞬間に、多分ヘッドロックだったと思うけど、ゴチさんにギュッてやられたんですよね。多分ヘッドロック違う技だったかな、ちょっと覚えてないけど、ダーダダダダダってなったんですね。で、でそれが、その DVD が出たのが10年とか15年前でしょ。で、これはこれはここから言うのは5年ぐらい前の話で、ある方が電話をいただいたんです。で、お名前出すと、バキドウの、漫画家の板垣圭介先生からお電話をいただいて、ああ、板垣先生だと思って電話出て、ああ、どうもお疲れ様でございますっていう、先生どうされたんですかって言ったら、いやー、大谷さん見たよっていう感じで板垣先生がおっしゃって、え、何ですかって言ったら、こっち触ってんだね、みたいな、なんか、いや、そうですよって言って、で、さっき言ったそのコシティの、俺は、未だに人を殺すための練習してるぜ、みたいな風に言ったんですよ、先生とかって言ったら、もう、いや、最高だね、こっちは、みたいな会話をした記憶がありますね。
で3つ目、ゴチさんにお会いした時にゴチさんが日本には大和魂って言葉があるだろうと、うん、でゴチさんはドイツどうし、なんかいろんな説によるとベルギーとかっていう説もあるんだけど、僕らはまあ一般的に聞いてるのはドイツ人というかドイツの流れを組んでるってお聞きしていて、でゴチさんがね、いや実はドイツにもそのそれと同じ言葉があるんだっていうふうにおっしゃったんですよ。でわドイツにも大和魂って言葉あるんだと思って、でそれを聞いたらエルガイツっていう言い方をしたんです。だからエルガイツ、エアガイツっていうふうに言ったんですよ。で、それを日本に帰ってきて、大学時代にドイツ語の授業を選択していた時があったので、うちにたまたまドイツ語の辞書があったんですよ。で、ああそうだ、ゴチさんの言っていたエルガイツってどんな言葉、意味なんだろう、大和魂って載ってんのかなと思ってこう調べたわけだ。辞書を、ドイツ語の。そしたらそこに、野心って書いてあった。だから、すげえな。なんか、深いなって思った記憶がありますね。で、ゴチさんの今日8月3日をなぜ覚えてるかというと、ゴチさんとね、ゴチさんのお誕生日っていつです、いつなんでしたっけ、何月何日なんでしたっけっていうような会話を多分その時したんですよ。ほんで多分オーガストなんとかって言いながら8月でしたよねって誰かが言ったのかな、なんか、ね、とにかくねゴチさんがね3日って言ったんだよ。それで8月3日が近くなると、あゴチさんのお誕生日だ、あの時3日って言ったもんな、3日って言ったもんなって思い出すんですよね。でそう、ちなみにその生まれたのが8月3日じゃないですか。でね、お亡くなりになったのが2007年の7月28日なんですよ確か、うん、でそれはなんでそれを、それもなんとなくだけど、日にちは覚えてないけどセットで覚えてることがあって、っていうのはその日ですね、田村清さんの結婚式があったんです、2007年7月28日で、僕出席させていただいていたら、速報で携帯になんかゴチさんが亡くなったみたいな速報がこう入ったわけですよ。うわぁ、タムちゃんの結婚式にゴチさん亡くなったと思って、そこでねちょっとセットで今でも覚えているという、はい、ということで神様にあった話をちょっと今日はさせていただきました。ね、もうお亡くなりになって何年も経ちますので、今頃は天国で何をされてるんでしょうか、ゴチさん。力道山先生もそうですけども、一緒にぜひこちらの業界を見守っていただければと思います。はい、迷わず行けよ、行けばわかるさ。小大谷のお小チューブを最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。おーすごいすごいすごい。高評価ボタン、それからチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。あ、それと、最近オンラインサロンを始めました。その名もネットお小塾、格闘芸術を33倍楽しく見る方法、ネット登場でやるからネット、はい、オフ会もやります。合わせて皆さんよろしくお願いします。イエイイエイイエイ、じゃあねー。